今日はレインに指摘されてしまった徹夜で参考文献調べてたから目の下にクマができててみっともない先生疲れてるんだね少しゆっくり眠った方がいいんじゃないなんて クライアントから心配されるなんて情けないわ最近の私は本当にどうかしてる決してレインのカウンセリングを適当に済ましてるわけではないのにでも今のレインには通院する必要があるんだろうか今後も多分何も問題は起こりそうもない私が見るべき人は他にあると思ってる レインは病人じゃないもの。研究にならないわ。